はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。相変わらず2軍でくすぶってますけれども、とりあえず試合が終わったところなので寝ましょう。いや1軍へのさ打診がないんだよね、そもそも。まあ、とりあえず打診があるまではひたすら頑張っていくしか方法がないんで、またコントロールを上げつつ練習していきましょう。お、来たね。最有力候補。あ、そうだよな、キャッチャー F のやつらなんて一軍に上げらんないよね。うちの投手陣がみんな疲れるみたいな。まあただ試合があるまではまた練習をしていきましょう。ここはものにしたいね。次は6月の2日か。ピッチャーだからね、1回チャンスを失うともう次1ヶ月くらい先になるからな。奥井としっかり練習をして、奥井もねやっぱり活躍してもらって一緒に1軍に上がりたいよね。能力的にはまあ別に1軍に上がってもいいと思うんだよね。オール D プラス C があるっていう感じだから1軍でねやっていける能力だとは思うんだけど、あとは度胸だな。1軍に行って圧倒されないことだ。やっぱり強心臓とかつけないとね。俺全然強心臓じゃなくてガラスのハートなんだけどさ。さてさて近づいてきたよ。明日は当番日、今日はゆっくり寝よう。俺自身全然寝てないんだけどね。ゴールデンウィークの休日に入ったところだけど、昨日からねずっと徹夜でやってて、もうね朝を迎えちゃってるんだけど全然眠くならないんですよね。奥井やる気がねえじゃねえかよ。まあいいや、とりあえずやってこう。今日はな、ただ自分で点が取れないからな、っていうか失点か、失点をしちゃダメなんだよね。2失点しちゃダメなんだっけ。まあ一発が怖いよな。ソロホームランとかだったらまだなんとかなるけど。投球練習はしない、相変わらずしない。でまずジャイロボールで相手をねじ伏せる。何みたいな。そして変幻自在のスラーブ。自打球だ、痛そう。この人そうっていうのかな、読み方的にそれしか読めないんだけど。お、これはお、頭上を越えた。頭上を越えてさ、サードの人ってどこ見てるんだろう。わあ、そうだ、このパターンだ。やっぱ先頭、これはちょっと待って、俺が処理する。オッケーオッケーオッケー。今の本当にいいの、俺が処理するで。ジャイロボールで決めよう。あーはっはっは、やばい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 、走られた。もういきなり失点したよ。まだ1失点だ。こっから挽回していこう。スラーブ、そしてジャイロボールを外に外す。スライダーを外に出す。何で内に切れ込む。スラーブ、いいね。さあジャイロボールから入っていこう。まあ、初球は多少甘くてもいいかな。三振男か。ジャイロボールで様子を見て最後は落とす。完璧な配球だ。ちなみに今日キャッチャー誰だっけ。全然見てないな。さっき出たけどちょっと見れなかったな。ボールが先行してるね。おい、打たれた。ショートお願いします。ショートの肩はめちゃくちゃ重要だな。それ以下によっては内野安打とかになるからね。バント、バントを持ってんのか。まあ、バントをする場面じゃないけどね。ジャイロボールで押し切る。高めのジャイロボールをもう一球投げる。わあ、おー、ありがとう。守備職人とかねついてるとね、あの後ろ向きで走るのが速くなるみたいですね。わあ、危ね危ね危ね。お、また1番バッターに戻ってきたな。ジャイロボールで決めよう。無理か、フォークで決めよう。おお、打たれた。
おー、ライナーか。もう撃たれるとね、すぐ叫んじゃうんですよね。どこに飛んでいくかちょっとよくわかんないんで、こういうのとか多分大丈夫。よしよしよし、 OK。 俺は微動だにしない。まあちょこちょこ動いてるけど、まあ勝手に動くんで。さてさてさて、ただ流れはいい感じだぞ。これは落とす。よし。てかさ、点差が開くとさ、ピッチングにいい影響があるとかそういうのないのかな。スタミナの消費が少なくなるとか。やっぱり僅差だとね、精神的にも辛いと思うんだよね。別にピッチャーとかやったことないからさっぱりわかんないけど、あ、これってさ、俺が動くべきだった？わからないな。これはちょっと外しすぎたかな。でフォークで落とす。うわー、読まれている。いや、まだ大丈夫だ。点を取られなきゃ大丈夫だよね。このピンチは抑えてみせる。ジャイロボール、いいところに決まった。そりゃ2軍戦だからさ、実況してくんないんだね。今更だけど、自分で実況しないと。さあ第3球目、フォーク落とした。そしてジャイロボール外。うわ、シット。怖い怖い怖い。で内へ切り込むスライダー、三振。さあそしてジャイロボール決まった、三振。いいね、実況通りだよ。さあフルカウントから決め球のジャイロボール、内角低めズバッと決まって三振。三振の山を築く。今日も1失点が何のその。闘志あふれる投球で3球三振。ダメだ、危ねえ危ねえ。さすがにそれは甘かったか。1球外で入ってくるような感じで入ってこないみたいな。で最後落とす。おー、怖い怖い怖い。これも落とそう。もう1球。よーし、6回。スタミナ的にはもう一回なんか投げそうな感じはするけど、ボールが先行してるね。ちょっとスライダーを内に切り込ませるか。そして低めの対角線にジャイロボール。あ、しまった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 、俺が行かないとダメだ。ベースカバーがマジクソだな。こいつ、ジャイロボールで決めよう。いいね、ズバッと決まった。3球三振じゃない。ボールがついてたな。さてストライクを取りに行こう。どんどん省エネピッチングとかね、俺もやりたいんだけどね。これは、あー、いいねいいねいいね。これはボールがもう3つ続いてるな。どうだ、うわー、長打打たれたか。ただただここを抑えれば、おお、スリーベースヒットかよ。これは最大のピンチだ。アタックポイント、これを抑えなければ1軍には上がれない。うおー、打たれた、打たれてしまった。これダメだよね。2失点以内。どうなんだろうな、分からんな。連打されてんな、ちょっと。そしてソークに回ってきたね。 OK、 もう無理だ、もう交代だな。スタミナないっす。マジ鬼畜なんだけど、うちの監督。無理だって。一応ちょっと条件を見てみよう。7回2失点に抑えて勝利投手。いや、まあ本日のヒーローにはなったよ。なったけど、どうなんだこれは。まあ投球内容は悪くないと思うんだよね。12奪三振。コントロールが毎回毎回上がっていくな。お、4の2、そして2打点。奥井も絶好調だな。
おお大丈夫だ、あぶねえあぶねえ、最後踏ん張れなかったけどね、あっさりこっちに戻ってくるなよ。確かになそこが問題だよな。へへ、実はオイラムなんだ、お前も活躍したからな。おおいいね、起用法に希望はあるか。ああまあそれは先発でいきましょう、先発の一角。いきなり先発のローテに入れてくれんのみんなの調子が悪い時に投げるのかな。これコントロール経験値とか上がるんださてさてさて、今日はロッテ戦、ロッテ戦だけど投げないよね、ちょっと。いきなり投げんの、もうさ体力ないんだけどマジきついな、上がった瞬間か。ロッテ戦、あそうかそうか、今交流戦か、交流戦だから自分も打席の出番があるのか。ただ1軍のスターティングオーダーは初めてだからな。うわーそうそうそう、ロッテね、ロッテ荻野さんね、早かったよね足で。角中さんが4番打ってるんだ、なるほど。西野いたな、結構勝ってくれたような気がするんだけどな。まあ古津のロッテマリーンズと対決か。ズームズームスタジアム広島、だが負けるわけにはいかん、投球練習はしない。まずは1回の表、先頭バッターは荻野、内野安打、怖いね、まあ、ちょっとストライクが先行して入ってるんで出して、でジャイロボールの外、そこからフォークで決める、 OK。 まずは先頭バッターを三振に切って取りました。足が速いね2人とも。どうしようかな、ちょっとフォークを1回ストライクからボール球にして、ジャイロボール際どいところに投げる。あそうだそうだそう、ベースカバーベースカバー、あれこの時はどこに行けばいいんだ。ランナーありません、左バッターボックスは3番鈴木、スライダーを内側に1球投げて、で外側にジャイロを投げて、フルヒッター持ちか、かつ粘り打ち、ミートが C か、結構いいね。あそうそうそう、表示方法をねちょっと変えたんですよ。これからマリーンズの攻撃に入ります。この成績が来て能力が来るみたいな。ミート A か角中さん、パワーがないからとりあえず打ち取ろう。スラーブをギリギリの低めに投げ込む、これはショート真正面、ショートアウト、おおなんかちょっとギリギリだったな。ダウンダウン、パワー B、 ミートが F だな。うわ嫉妬しやがった危ねえ危ねえ危ねえ、嫉妬だけが怖いよなやっぱり。第3球、足が速いか、よしこれはこれはこれは、え誰、ああ怖い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 、この回きっちりマジちょろちょろすんじゃねえってすっげえ怒られそうだな。さてさてさて、西野さん投げた、ほら打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、これは伸びた伸びて、ああもう一伸び足りなかったか。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。ジャイロボールで決めよう、まだ全然ね研究されてないはずだから、俺のジャイロボールはなんだこの球はみたいな感じになってるはずだ。ロッテマリーンズはありがとうございます、どうもみんなに感謝だよ。西野さんか、ま申し訳ないけどここは3球三振でやらせてもらおうかな。俺のジャイロボールを見ろ、コントロールが乱れたな、何この球はすげえみたいな、こいつはとんでもないピッチャーが一軍に上がってきたって西野さんは思ってるはずだ。さて1点取ってくれたんでこれを死守しましょう。ただ荻野さんは出したくないけど打たれた、大丈夫だ OK。 足の速いバッターが続くとちょっと怖いね、特に左バッターだからね、内野安打が怖いよな。鈴木も左バッターか、ちょっとこれは切れ込むスライダーいいね、三振の山を築くよ。角中さんジャイロボールで仕留めてみせる、
打った、センターへのフライだ、センター取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。よし、ランナーは5番ダウン。最初のバッターは絶不調だからな。ライナーに倒れています。押していこう。見送ってストライク。第2球投げた、ボール、カウント1ボール、ジャイロボールで押していく。力と力のぶつかり合いだ。ワンボール2ストライク、一球発動。いいね。低めの変化球でスイングアウトを取りました。さて、さあ次の投球、まあ、細谷さんだか細谷さんだか相変わらず忘れちゃう。外れてボール、カウントは2ボールノーストライク。よし、際どいところに決まったな。ちょっと危なかったね。打ちました。あ、これはチャーの足元。よし、 OK。 アウト、スリーアウトチェンジ。好投を続けています。さあ俺からだ。5回の裏、これからちょっと自分で楽になろう。投げた、あ、しまった、ファール、フォーク。1球目ファールから第2球投げた。これはどう、スライダー、完全なボール球。カウントは1ボール1ストライクです。もうカウントは2ボール1ストライク。次が4球目投げました。打った、これはいい当たり。若干振り遅れたな、詰まったか。ああ、でも大丈夫か。ナイスバッティングです。あれ、これってさ、一塁に行った後って自分で走るんだっけ。試合は後半6回に入ります。さて、6回までだな、やっぱり6回までだな、スタミナ的に。投げました、打った、あ、これは正面。よし、 OKOKOK。 これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、先発初勝利を飾りたい。初球を打ちました、ファールボール投げました。危ない球。おっと、期待の新人ミカミックス、1軍に上がって初勝利を挙げられるか。2軍戦の疲れを残したまま1軍戦にいきなり投げさせられるからな。マジ鬼だよな、この広島。そういえば広島ってさ、なんか練習がきついって前聞いたことあるけど、今もそうなの。おお、ありがとう、今のすげえありがたい。6回の表が終わって、すげえわ。セカンドって菊池さんだっけ。これから終盤に入ります。あれ、7回も投げるのか。今日は三振とセカンドフライ。ただな、試合的にはすげえ緊迫した試合になってるからな。1対0か。カウント1ボール2ストライク。いいね。空振り三振。まずは三振に切って取りました。ちょっときつくなってきたよ、本当に。本当にきつくなってきた、スタミナが。これはもうちょっとストライクを取りに行こう。無理か。やっぱり丁寧に組み立てていかないとダメか。あー、もうジャイロボールが全然浮かないわ。よしよしよし、いいね。あれ、ってかさ、ヒット一本も打たれてないんだけど。追加点のチャンス。え、待って待って待って、投げさせんの。さすがにさ、いくらなんでも無理だよ。ここは自分で点を取らないといけないな。よし、やっぱ自分で走らないとダメっぽいな。いや、いくらさ、ノーヒットノーランとはいえさ、無理だよ。根性でなんとか持ってるな。もうでもフォークとか全然落ちないし。カウントは2ボール1ストライク。いや、いきなりさ、ノーヒットノーランペースだけどさ、もう無理だよ。コントロールが全く定まらん。どうだ、切れていきます、ファール。スライダーとか全然曲がんないわ。投げました、無理だ。あっと、引っ掛けた、菊池掴みました。おー、菊池さん、ありがとうございます。いやー、もうボールが先行しすぎてるよ。フォークとか絶対すっぽ抜けるって。ここは1球見ました。もういいよ、そういう記録とかは。伸びのあるストレート。いや、それはさ、いきなりさ、ノーヒットノーランとかさ達成したらさ、ライナー破った、これはヒットになります。いや、さすがに無理でしょう。これで完全試合は、うん、それは完全試合なくなるわ。カープ2点差で逃げ切りました。本当に今日は大活躍でした。いや、大活躍だな。二軍戦の疲れも何のそのっていう。スタミナ重要だね。いやー、一勝やったぜ。7回までパーフェクトだったんだかな。いやー、さすがに根性割っても無理っす。いろいろトロフィーをもらった。おお、しかも4連勝。
いや待って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 、もう体力がやばいぞ。初勝利おめでとう。ほれウィニングボールだ。ありがとうございます。初打席を記録しました初スタメン、初安打、初打点、初登板、初勝利すげえな。ファン201人しか増えないのか。すげえ頑張ったんだけどなスーパールーキーと呼ばれてるらしいぞ。そりゃそうだろう。俺はこの広島を日本一にするために来たんだから、それくらい呼ばれなきゃ困るよ。寝よう。ルーキーはねふてぶてしく寝る。一軍にも慣れてきたか。いやもう全然慣れないよ。次の登板でお前に一軍の実力があるかテストしようと思う。ローテーション候補。おーいいね。どうせならさっきの試合でやってほしかったな。ローテーションへの一角へ。ちょっと見ましょう。マイデータからいくんだっけな。3失点以内。なるほど。好調の時はねいいんだけどね不調になると連打を浴びるからな。5連勝いいね。中間発表があった。選ばれていなかった。まあそりゃねちょっとポット出ではあるからね。ただ広島の成績はやっぱり悪くはないね。まあ練習はしていきましょう。ただコントロールが C になったらちょっとスタミナ上げようかな。完投できないからね今のスタミナだと。まずはただやっぱりコントロール C は欲しい。チームの連勝が止まってしまった。 3.5 ゲーム差か。万全を期したいから寝よう。さよなら負け。そういうの悲しいよな。さて楽天戦か。行くぜ。ゴールデンイーグルスだ。交流戦2位だ。則本か。則本って今どういう能力になってるんだろう。めちゃ強かったからな確か。俺も記憶がちょっと曖昧にはなってきてるからね2016のデータからして。いいね、ありがとうございます。いきなり点を取っていただいた。投球練習はしない。ちょっとスコアで投手データ。則本スタミナ S。 あーやっぱ悪くはないね。球速も速いし。スロースターター、タイピン、奪三振、球持ちか。怪我しにくさ回復もあるね。ワンボールワンストライクか。まずジャイロボールでいくか。投げた外を際どいボール。カウントは2ボール。そしてスラーブを入れる。投げた4球目ストライク。超際どいな。本当に今のストライクか。投げた打ちました。打たれた。モギいいバッティングを見せました。バッターはこれすげえ悪い癖だよね。この先頭バッターを出すっていうの。これちょっと俺が行く。あれ？今のどっち？ちょっとわからん。え別にファーストでよかったよね。伸びのあるストレート。投球これから5球目。これはもう外せないぞ。わあ、やばい。早速ピンチだ。通る。今のってカットしたけどさ第2球カットしてよかったのかな。2球目ストライク。追い込んで三振でなんとか切り抜けるしかない。あーおいいね。ゲッツ。おおありがとう。本当ありがたい。1回が終了しまして2対0か。危なかったな。2回の裏これからイーグルスの攻撃に入ります。トップバッターはジャイロ。おジャイロ結構ずれるな。簡単に2ストライクと追い込んだ。いやたまたまだよ。簡単に追い込んだっていうのはコントロールがただ乱れただけ。ジャイロボール見送ってボール慎重に攻めてきます。さあそしてフォーク。ボール2ボール。うおこれはヒットになります。これは厳しいぞ。ボールは中継。さすがだ。一軍の試合ともなるとポン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 ストライクを
投げました。取りに行くと。もう投球これから2球目。打った。何？ファウルボール。バントの構えをしてるからね。バントした。これはサードにお任せする。お、すげえすげえすげえ。この判断すげえな。もう俺なんか出番ねえわ。今の判断を多分キャッチャーがサードみたいな感じで言ったんだな。よかった、差しといてくれて。ピンチを広げてしまいました。ピンチが広がっちゃったけどさ。第9投げた。内角低めいっぱいストライク。まずは入れてきました。よしよしよし。は3球目投げた。空振り三振。オーケーオーケーオーケー。3球で仕留めてみせました。バッターは9番細川。さあこれを落として終わらせる。うわあ、ただフライ。やったね。掴んでこれで3アウトになります。なんとかピンチが続くけどなんとか抑えてるな。イーグルス、この回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスからトップバッターの茂木、今日球入れるか。投げた、ストライク。第3球を外側の投げた、見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。ジャイロで押し切る。投げました。バッターの足元、ちょっと足元に行っちゃったかな。で最後はやっぱりフォークで落とす。打ちました。ボールを使う。一塁へ送る。怖い怖い怖い。ピッチャー返し怖いね。バッターは2番オコエ。あれオコエってさ、なんか2軍にいなかった最初。第3球を。こいつも1軍に上がったのか。しかしジャイロボールで仕留める。アマダーってなんだ。第2球パワー A だし怖えな。ミートがそんなに大きくはないけど、いや怖いわ。二遊間抜かれたか。奥に出てる。そういえば外国人が続くね。うわーボールが先行している。これは厳しい。スライダーを入れるか。最後はジャイロで押し切る。打ちました。切れていきます。ファール。いやジャイロ2球はちょっと投げられないな。フォークで落とす。サード強襲か。ウィーラーいいバッティングを見せました。しかしピンチを広げています。ピンチは毎回切り抜けてきたのが俺だ。終わった。一軍の洗礼を受けた山田、一失点だ。しょうがない。ここを抑えて、よーし。一軍でもやっていけることを見せつけなければな。肘澤さんか。イーグルスの攻撃。この回の先頭ジャイロをまず入れる。ジャイロボールはストライク。スライダーはちょっと外そう一回。内角低め。ボール。で外にジャイロボール。これはうまい。完全に流し打ちを決められた。かなり打たれんな。あれ、なんでバンドの構えしてんの。揺さぶってきた。さあただ相変わらずのピンチには変わりない。第3球を下位打線とはいえ、カウンター2ボール1ストライクです。投げました。うおー、マジか。センターからサードへ細川、ナイスバッティングです。これは厳しいな。もピンチが続きます。第3球はスライダーは1球外して、ジャイロボールも外で外して、フォークを落とす。このパターン完全にもうダメだな。見破られてんな。ホームイン。イーグルス1点返しました。あ、ここは刺してくれたか。バッターは2番オコエ。さてさてさて、もう失点はできないぞ。見送ってストライク。第4球はアウトロー際どい球。ボール。スライダーを2ボール2ストライク。第6球を投げました。ジャイロ打ちました。これはフライでなんとか。ダメなの。オコエいいバッティングを見せました。いいバッティングか今の。ピンチが続きます。投げました。もうずっとピンチの連続だよ1軍に来てから。投げた。打った。よし、これはあーダメか、取れないか。次はジャイロを高めに発動。ジャイロボールはボール。そして落とす。よしよしよし。低めの変化球でスイングアウトを取る。さすがだね、この一軍の試合はきついわ。イーグルスの攻撃。これちょっと一球、おーっと。第5球投げた。よしよしよし、とりあえず2者連続三振。ストライクじゃなくてアウトを1つ取って。第2球投げた。アウトコース高め、外れてボール。
これはわずかに外れています。際どいところを狙っていこう。投球これから4球目。フォークは一旦外す。低め外れてもカウントはジャイロボール。ツーストライク。投げた。打ちました。ファール。スラーブをギリギリに入れるか。投げた。スラーブ。オーケーオーケーオーケー。三振。三者連続三振。一球目ストライクから。投げました。危ない球。低めのジャイロボール。投げました。ジャイロボールによってストライク。でちょっと高めのジャイロを外してジャイロボールに送ってボールカウントフォークを決める。変化球よーし4連続三振になりました。どうだ。三振で仕留めます。さてそろそろスタミナが切れてくるかなと思うけどまだいけるか。外角低め見送ってストライク。フルカウントからのジャイロボール。空振り三振。5連続三振になりました。いいね。バントの名手藤田第5球。なんとかの名手藤田。やばいやばいやばい。フォアボールを与えてしまった。バッターバントの名手島イーグルス鈴木ざまりバントの名手してきます。投げた打ちました。これはエルドレッド取った二塁を送るゲッツー。ちょっと待って俺これでツーアウト。今の俺か俺がベースカバーに入らないといけなかったのか。ゲッツー取れたのをちょっとミスミス外れたボール類に出してしまったな。ここからピンチを招かなければいいけど。よしこれは打ち取ったっしょ。オッケーオッケーオッケー。ありがとうありがとう。こぼした宮城からお送りしております。さて7回も投げるか。7回の裏イーグルスラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターはオコエ。怖いな。もう自分が投げるのが怖いんだけど。慎重に攻めてきます。投げた2球目空振り。タイミング合いません。散らしていこう。散らして決まったストライク。追い込んでから投げました。ジャイロボールに振らないか。平行カウント投げました。うわこれは取りました。よし大丈夫だ。これでワンアウトランナーはありません。出た天田っていうかまた投げました。見送ってボールがめちゃくちゃ先行してるな。ジャイロボール決まってストライク。よし最後は天下の宝刀。投げました。うわ打たれた。やられた。第6号同点ホームラン。バッターは4番ウィーラー。マジか。投げた。これは強烈な当たり抜けた。ちょっとウィーラーナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。やばいな。危ない球。ここは何としても抑えたい。打った。これはよし大丈夫大丈夫。飛び出している。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。こいつを抑えて終わりにしよう。よし。あった引っ掛けた。ファースト左横のフライになった。オッケーオッケーオッケー。これでスリーアウト。ベースカバー今の俺かな。本当ベースカバーできないよな。とりあえず試合は勝ったね。ただ勝利投手には慣れてないよね。本日のヒーローはエルドレッド。中崎さんか、ま、とりあえず勝ち負けはつかなかったけど3失点は大丈夫なの。大丈夫そうだな。どうだ。いい仕事をしてくれるな。いやなかなかさ厳しい場面が続いたけどな。ありがとうございます。よし先発ローテに入ったか。というところで、まあ、かなりね厳しい試合が続きましたけれどもとりあえず一軍上がってローテの一角に入ったのかな。ちょっとねこの先若干の不安は残るけど課題はやっぱりスタミナだね。9回投げ切るスタミナがないんで、まずはちょっとコントロールを C に持ってって、その後スタミナを上げていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。